100均でヘラを買ってきました。おるかね。ヘラ買ってきたよ。なんかいい匂いしてるじゃん。コーヒージュリー作った。はい。なんでこれは何？こう混ぜるやつじゃん。何を混ぜるの？汚いなと思ったら違う。違う、模様だわ。これ100円？うう100円だよ。これもこれも。100円。今から行こうかなと思ってた。なんで、なんで行こうかなと思ったけど、トイレ行きたくなったから、うん、ビッグで行こうと思って。それでトイレ行って、まず水流してみようと思ったら流れてあれって見に行ったら上手に治ってる。もう治ってる、いつ頃治ったの？12時昼過ぎぐらいに治った。何やっとんの今？ご飯食べてる。ご飯食べてる。コーヒーゼリーちょっと見せて。今作ったとこ。あ、だ今作ったとこだからいい匂いしたのか、うん、コーヒーゼリーです。おはようございます。5月14日、今7時15分ぐらいです。昨日から雨が降り続いてます。昨日は午前中山登りをしてきたそうですが、お昼を食べてる間に雨に降られて急いで帰ってきたらしいです。そして今日は朝からどうだね。なんでもう7時15分だよ。寒いから寝てるって。今日そんなに寒いの？最高気温？本当。一日中雨だ。やること何もないね。何してんの？川辺町ってどの辺なの？知らんだ私。三山登るつもりだったな。みんながやだやだって言って。道の駅は近くにあった？ああ、あの大正村だとか昭和村だとかすぐ近く。ああ、その辺か。どこだかさっぱりわからん。大きな川が流れてきた。何川？何人で行ったの？12人？マイクロバス使って？でも5000円だった。1人？近いから。今度6月。それでガソリン代と車のレンタル代ってこと？うん。これから運転手の。あ、運転手は何？登らんの？登ったよ。昨日は案内した。その人が教えてくれたの。この山いいよって。で、いつあのオーブンレンジは搬入されるの？22日、来週か。来週月曜日に来るって言った。やったって、本屋行ってさ、簡単なお菓子作りって本を見ていこうかなと思って。同じものばっか作ってたじゃあ旅した。そりゃ旅よ。本屋で何、立ち読みしてくんの？買ってくる。立ち読みを。でもそれだったらさ、あのそんな新品買ってこんでもブックオフかなんかで中古買ってこりゃいいんじゃないの？じゃあ来週から本格的にカフェだね。カフェに向かって、来年のカフェに向かって本格的に始動します。なんだ来年のカフェ。カフェは村郷さん家でオープンするんじゃないの？できない。週1回だけ。週1回だけカフェオープンします。できないじゃない、やろうと思えばできるんだ。それではよろしく、よろしく。5月16日火曜日です。今日はいい天気です。今日は29度、30度近くまで気温が上がりそうです。何やっとるだね。さつまいもちゃんと芽が出てきた。ひまわりが咲くじゃん、あそこ。あれひまわりじゃないの？そうだよ、まだ咲かんじゃない。
なるほど。あそこやるの。あ、それ、え、それか。まあ、ハイトマトもミニトマトも小さいのがなってる。落花生。ミニトマト？うん。ちっちゃいのがなってる。で、あの、さつまい、じゃがいももさ、ちょっと手の色が変だら。どれ？こっちが。あ、右側？手前？どこにでき、あ、ミニトマトちっちゃいのが。草むしりだけやっとりゃいいじゃん。楽しいでいいよ。草むしり楽しいの？楽しいじゃん、綺麗になるの。ひょこさんみたいに足が痛くてできるんだ。ダメだけどさ、まだできるの。トレーラーハウスの前の花畑。はい、今日は火曜日ということで、畑を早々に切り上げ、本職の準備をしているところだと思います。もうスタンバイできたかね。もう行くスタンバイできたかね。朝ドラ今からね。今から？今からじゃん。はい、キン、今日の弁当は何？いちごと。今日の弁当は、え、今日のお弁当はバナナと、これは何？いちごと畑でできたいちごと、大丈夫なの？一緒に混ぜちゃって、いちごと春菊がおかず。俺これは何？これ、あ、おにぎり。おにぎり。店にポテトが。と、手作りクッキー。以上が、今日のお昼ご飯です。